はい、どうも。本日はですね、千葉県は南房総の館山にやってきました。絶景の海が見渡せるオリジナルのサウナ小屋がオープンしたということで、本日お邪魔していきたいと思います。アクセスなんですけれども、都内からだと車で2時間くらいで着くみたいです。私の場合はですね、東京駅から高速バスで館山の駅まで2時間弱バス乗ってきました。で、館山の駅から挟ま港というバス停に行くんですけれども、そこの間は35分くらいで着きます。で、挟ま港で降りて徒歩4分くらいの距離にあります。それでは早速行ってみたいと思います。はい、というわけでシーサウナシャック到着しました。じゃん、こんにちは。こんにちは。掃除配人の勝俣俊馬さんと、はい、オーナーの大志さんに出ていただけるということで、よろしくお願いします。すいません、わざわざ遠くまで。いやいやいや、本当に館山まで。ありがとうございます。このサウナ小屋はどういった経緯でっていうのは、ちょっと視聴者の方にもぜひ。オーナーの大志さんがですね、はい、去年の6月にですね、はい、ちょっとサウナ教えてっていうことで、一緒にサウナ行こうよってなったんですよ。お二人はもうもともと、はい、もともとずっと、まあ、僕はサウナ好きで、はい、すみません、その前にあれですよね、プロレスラーさんでいらっしゃいますもんね。そう、勝俣さんは普段はプロレスをしてます。はい、はい、じゃあザ・サウナに行ってみようってなって、はい、ドハマりしまして。ドハマりされたんですね。そうですね、やっぱりいいとこですね、あそこが。有名ですもんね、すごく。そっから早いんですよ、はい、もうそっから1週間、はい、2週間ぐらいでもうテントサウナ買ってて、サウナやろうよってなって。おで、気づいたらこの千葉の館山にですね、物件を買ってまして。ここに、はい、これ今もうこんな感じですけど、もともと家ですからね、これ平屋だったものを、もう今もう外観だけでおしゃれ感があふれてます。だって6月にハマったってことはまだ1年経ってないってことですもんね。そうですね、すごい。はい、普段のインテリアデザイナーとしてやってるので、おしゃれですもんね。全部デザインして、はい、でもう僕も工事手伝いながら自分たちでほぼ作った感じですね。ここそれはやっぱ大変でしたか。まあ、そもそもサウナ室を作るってこと自体が初めてで、設計からデザイン僕やってるんですけど、もうこれも初めてだし、でも楽しかったですよね。やっぱ自分たちが好きなものを一から作ってたんで、サウナ室どんな感じがいいとか、サウナストーブがどうのこうのとか、水をどうするかとか、もうそういうのを話しながら一から作ったんで、すごく楽しかったです。だから2人であの外気浴とか休憩してる時に、あ、そういえばこれいいんじゃないですかみたいな。本当に整ってる時に思いついたりとか。最高ですね。ここは、完全プライベートの貸し切りサウナということで、はい、大丈夫です。一般の方も来れるということで、はい、料金形態とか、なんかこうシステムみたいなことあれば教えていただいてもいいですか。はい、1枠2時間半の貸し切りで、はい、3名様、平日3名様、13,600円。おー、はい。で、3名様以上4人から追加で1人2900円ですね。おー。で、それが、休日料金もありまして、はい、休日料金、休日が3名で16,800円です。うんうん、はい、で、1人プラス3700円となっております。すごい。はい、で、はい、それが、1日4枠あって、4枠ありますか。1部が10時から12時半、はい、で2部が1時から15時半、はい、16時から18時半、はい、で19時から9時半ですかね。すごいいい時間だ。1日、はい、1日4枠か、はい、4枠で、までで、サウナ室自体は20人ぐらいですか、22人ぐらいですか。そうですね、すごい。それぐらいまでは予約一緒にしちゃっても大丈夫、はい、しちゃっても大丈夫です。で、あの水着着用で、はい、あとタオルはこちらで用意しますので。わかりました、はい、じゃあ持ってくるの、持ってくるものはもう水着は絶対持ってきてもらって、サウナハットと水着、はい、あと、まあ、ポンチョぐらいがあればいい、使いたいものを持ってきてもらえれば。アメニティはどんな感じですか。はい、アメニティは、ボディーソープ、シャンプー、コンディショナー、洗顔、はい、ボディーミルクだったり化粧水とかもあります。で、それがジョンマスターオーガニックっていう、はい、ブランドを使ってまして、女性の方にも男性の方にも使ってもらえたらなと思っております。はい、お水とかは持ってきた方がいいですか。お水はあります、ウォーターサーバーが。はい、じゃあもうほぼもうサウナをするために来ればいいので。そうですね、っていう感じですね。水着だけ持ってきてもらえれば。はい、わかりました。あと、さっきからずっと気になってたんですけど、こちら、はい、おしゃれなグッズもあるんですよ。グッズが、裏設定なんですけど、はい、彼がマヌって言うんですけど、マヌ
彼があの8人兄弟の末っ子っていう設定で、これがですねフィンランド生まれなんですけど、はい、あの大航海して日本にたどり着いたと。でそこでこのシーサウナシャックにたどり着いて、ここが気に入って日本全国のサウナ入りに行ったりとか、でここに住みながらサウナ入る人たちの楽しんでる顔を見てると、そういう設定になっております。はい、いやーじゃあこの子が気に入っちゃったシーサウナシャックっていう、もうこのストーリーも最高。それでこの T シャツをゲットすると、はい、もう最高ですね。こちらも販売してますので。これはおいくらぐらい？これ3600円です。3600円で、はい、いやあのサイズありますか？あります。 S から XL までキッズサイズもあります。いいですね。ネット販売とかもは、まだ作ってないんですけど、今後ゆくゆくはやっていきたいなと思ってます。じゃあ買えるのは T シャツとトートバッグとタオルですね。はい、コンテックスさんっていうところの、はい、木リネンをのタオルを使った、タオルになってまして、まあ、このリボンがついてるタオルになってます。わー、おしゃれです。はい、いやありがとうございます。はい、それでは早速お願いいたします。はい、じゃあこちらが展開になります。はい、はい、デザインが面白い。あ、これも押して開ける感じ、ね、押して開ける感じです。はい、お邪魔します。うわー、おしゃれです。もう海を感じますね、この空調の感じとか。こんなおしゃれなやつあります？おしゃれなやつ、すごい、なんかいいですね、フロント感が。へー、下駄箱があのあれですね、銭湯のロッカーですね。すごいおしゃれ、こだわりを感じます。こいつもですね、はい、男子女子男子女子を借りてあります。失礼します。まあこっちが男性で、はい、まあ、こんな感じでシャワーがあって、シャワーもあってですね。わあ、おしゃれ。洗面台3つあります。あ、シャワーが3つ、はい、男子いいですか？はい、わ、なんかシャワーもおしゃれ。うわー、おしゃれ空間です。はい、はい、ありがとうございます。こちらが男子で、はい、女子がこちらになります。女子がこっちです。すごい広い広い広い。そうですね、女子の方がちょっと広めです。もういい香りしますね、このコスメの。こっちも同じく、さっきと同じシャワー。はい、いや広いです、女子個室。あ、すごい、ありがとうございます。でここで着替えて行くっていう感じで、はい、そうですね、はい、こちらが、うわー、うわー、ワクワクです。うわー、開放感。そうなんですよ。うわー、海が今見えてます。サウナ室ですね、ここだり抜いた、すごいビューです。うわー、このロケーション見ながらサウナないですよね。そうですね、多分ないと思います。でも探しても、すごい、でも本当全部が目新しいんですけど、このストーブが見たことがない。オリジナルストーブでございます。うわ、やはりこれ本当にあの薪ストーブを作ってる方にですね、はい、サウナストーブ作れないかちょっとお願いしたところ、はい、作ったことないんですけどちょっとやってみたいということで、ストーブを作ってもらいました。なんでこれもう世界に1台だけです。ここにしかない。ここにしかない。すごい、薪っていうの もうすごいこだわりですよね。そうですね、すごい。この石はなんかあの国産の溶岩石。溶岩石、はい、じゃあよりこう熱くなったり。そうですね、ここにロウリュができるって感じ。そうです。うーわ、最高ですね。500キロ、ダンダンスコン500キロ、贅沢。いやもう本当におしゃれまたサウナ室がね白くて開放感がアップしますね。ありがとうございます。待ち待ちなので後で楽しませていただきたいと思います。こちら出たらま、はい、っすぐ進んでいただくと、はい、こちら水風呂でございます。うわー、うわー、すごい。これも作ったんですってことですよね。作ってます。すごい、が天然水ですね。天然水、はい、取りました。天然水掘ったそうです。すごい広い。何人入れるだろう。かなり入れますね。まあ5人は絶対入れますね。入れますよね。うわー、地下水だと何度とかになってるんだろう。今17とか17ぐらいですね。季節によって温度も変わるんで、その季節を楽しんでもらって、はい、っていう感じですね。うちの水風呂は最高です、はい、だからあの当たりが柔らかいみたいなことですかね。柔らかい、めちゃくちゃ柔らかい。地下水だ。だからあの水風呂苦手な方でも入れると思います、はい、あ、それいいですね、はい、女性が特にね、やっぱ水風呂最初苦手な方多いじゃないですか。そうですね、そうですね、その方でも多分入ってもらえると思います。うわー、最高、はい、もう入りたいです。
でまたこれがウッドデッキがおしゃれですよね、はい、これも一から作ってますね。いやそうですよね。いやー見えますかこのおしゃれな椅子、海を見ながら整える。あ、あそこにもなんか、それはキャンプ場なんですよね。あ、キャンプ場なんだ、はい、隣に。あ、でもそこもなんか相まってめちゃめちゃおしゃれな空間になってますね、はい、これ天気と、はい、あっち側に富士山が見えるんですよ。今日ちょっとね、あっちの方曇ってる。はい、千葉、横須賀、富士山、はい、海がこう一望できるっていうところもなかなかこうプライベートな空間で独り占めできないですもんね。この上も登れるようになってます。このウッドデッキに登って整っていいんですか、はい、ちょっとこれありますないですねこんなの。途中までいいですか。これなんで全然あ乗ってもいいんですか、はい、いやーすごい少年に戻った。少年じゃないか私に戻ったような気分です。になれますね。いやーやばい。いずれそこにベンチを作って、ここにベンチを作って、はい、じゃあどんどん進化していくって感じですね。そうわー楽しそう。やばい。うわ広いですよ皆さん。屋根の上から海が、すごい。じゃあサウナを楽しませていただいてもよろしいでしょうか。はい、もちろん入っていきたいと思います。はい、というわけで、はい、今日はもう特別にね、カズマサさんの熱波受けられないやつ女の子だから、はい、ここに来たら受けられるかもしれない。僕がいれば受けれる。いやもうよろしくお願いします。はい、煙突が2つの。あ、煙突にかけるんだ。いや、こそこすごいですよ。こう好きだけど、そこすごい。よろしくお願いいたします。ここすごいですね。はい、もう囲まれてるんで、熱がそこに。いや、めっちゃおすすめ席、私的には高温好きとしては強めの。はい、お願いします。ありがとうございます。いや、感動です。ありがとうございます。いや、こちらこそ。すごい、最高です。もう私まだ整わない、取っといたんです。ありがとうございます。はい、私これから水風呂に入らせていただきたいと思います。かけ水します。うわうわ、それでは入らせていただきます。今は今日17度くらいっておっしゃってましたけど、お、深いですね。私165センチですけれども、はい、行きますよ。ふぅ、あ、めちゃめちゃ柔らかい感じする。あ、気持ちいいです。あ、出たくない、出たくない水風呂。この中で整いそうです。よーし、出るぞ。それでは、外気浴していきます。うわー、海がまた絶好のロケーションです。ここで整わせていただきます。ちょっと時を忘れて整ってましたね、今。見えますか、このロケーション。もうふわー、来てます。静かなね、波の音が素晴らしいです。こんなとこで整えるなんて最高ですね。熱波のコーナーをいきたいと思います。いきます。はい、一番暑い席で受けてもらいました。最高ですね。熱波のコーナーでした。はい、ということで、ものすごい波の音と整いのマッチング具合がやばかったです。そうですよね、ありがとうございました。本当に大人気になってしまうと思うので、プライベートでもお邪魔したいと思いますが、どんな方々に来ていただけたり。そうですね、やっぱりこう水着着用で入れるんで、はい、まあ、体のね、カップル同士だったりとか、はい、まあ、ご家族でね、そういう方たちでこう普段一緒に入れない人たちと入ってもらえたらいいなと思ってて、夜もね、いいんですよ。夜、はい、音と星を見ながら踊ってもらえたらなと思うんですよね。
それがじゃあもう最後夜の部の人の特権みたいな感じになっちゃいますね。はい、うわそこも味わってみたいですね。はい、あの海の方に出れたりとかもする、はい、そうですそうです。あの、まあ例えば2時間半なんで1時間半ぐらいサウナ入ってその残りの時間はちょっと海で遊んだりとかそういう使い方もできますので。うわーでもその2時間半をもう好きなように好きなように使ってもらえたらなと思います。うわー楽しそう、はい、これからもう本当大混雑することと思いますけれどもそうなりますよ本当にあのお邪魔させていただいてありがとうございました。いやこちらこそわざわざありがとうございました。はい、それではシーサウナシャックさんをよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ということでですね、本日もご視聴いただきありがとうございました。素晴らしかったですね。ぜひチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。それじゃあさようなら。